後ろも広いな。めちゃくちゃ。カリブラか。はい、コーナー曲がります。ああ、やっぱシートがさっきとは違うな。今 S や。ああ、加速が違うな。だいぶ違うな。やっぱターボとしてだいぶ速いです。おー、シートはすごい。シートにブレーキが効かん。シートにくっつきますね。これで1トン600。ターボ仕様で1トン600。コーナー、右コーナー。はい、今 S 速いです。結構速いよ。走りそうだな。ブレーキは、ブレーキ効く、効かん、効かんな。まあまだ温まってないっていうのもあるんやろうけど、比較対象はインプレッサーっていうのはちょっとあれだけど、まあ、その踏み方からしたらあんまり効いてるっていう感じですよね。まあやっぱね、まあ重さもあるし、まあやっぱり効かん。まあ、インプレスもそんなに思いっきり踏んだことないからようわからん。それがドエスや今。これがドエス、ドエスモードです。おお、すごい。さすが最新の車。最新車やからな。23日発売されたばっかり。
これクルーズ、うん、アクセル踏まずに50キロのクルーズコントロールです。一番きつい左コーナー、やっぱ本革シートがしっかり体をホールドします。あ、トルクステアはなし。ないですね。え、こう空転みたいな感じするわけないな。4輪全部引っ張ってみる。